あ、ごめん。違う。あ、いただきます。あ、そういうことですね。はい、じゃあ、テスト問題を、裏返しで配ってください。はい、はい、ちょっとみんな手分けして配って。スタッフ。はい。横に裏返しのままです。すいません、今来たもので申し訳ないです。雑談だぞ。すいません。今日来てないんですけど、作りました。何枚あるんだろう。はい、それではですね、早速始めたいと思います。制限時間45分となります。はい、なかなかボリュームが多いので結構ペースを上げて、やっていった方がいいと思います。この得点はですね、明日結果発表しますが、一番得点が高かった方にはハワイ旅行をプレゼントします。やったー。ハワイ旅行か、その日脱落しない権利か、どっちかを差し上げたいと思います。すごいな、蘇ったね。はい、というわけで、じゃあちょっと待ってくださいね。今タイマーをセットしますね。はい、じゃあ、開始してください。待っていただければ。やんないね、賢そうな顔をしてバカなやつ作ってみますからね。例えば、そうですね、マイユエンパイ。
ニコラマの見てる方たちにご報告なんですけど、僕の部屋の鍵がなかったんですよ、あの1日目から。でなんかすごい、どこやったんですかってあの小島さんにっていうあのスタッフさんにずっと言われて、え、俺小島に渡さなかったっけって言ったら、いや私はもらってないですって言ってたんですけど、あのカバンに入ってたらしいですよ、小島さんの。僕すごい蔑んだ目で、お前はよくなくすからなみたいな雰囲気で見られてたんですけど、小島さんが持ってました。すいません。そして俺が見つけるまで俺にはひた隠しにしてました。普通はすぐ見つかった瞬間に、すいません私が持ってましたって言うと思うんですけど、ひた隠しにしてました。性格悪いっすよ。ポッケでチャランチャラン鳴ってたんですよ、本当にうるさいなと思ったら鍵だった、すいません。されてないって言ったから。ちょっと記憶が飛んでしまった。視聴者に向けて、視聴者投票を行います。僕のツイートを、確認してください。ニコ生の上にも、出ますのでチェックしてください。